ございます。デイ3が始まります。行きます。これからバーシャン1914のアート地区を見に行きたいと思います。そこからシーメン行く予定でございます。朝コーヒーならぬ朝コーヒーを買おう。太陽が出てますよ。ありがたい。もう1週間いる1週間ずっと雨マークで、よかったです。その雨の日の雨の日の楽しみ方もです、ね、紹介できたかなと思うんですけど、あ、発泡運臭がある。餃子屋さん、母がまた行きたいって言ってましたね。あれ近いんだ。いいの。さて、タピオカはまだ先かな。残念ながらタピオカ屋さんは全店朝11時開店ということで、現在10時なのでまだやっておりません。でした。朝タピオカはなしということで行ってみよう。今回泊まった宿からはタクシーで移動します。ファーシャン1914は台北駅の東側、台北で有名な電気街グァンファーシャンチャン、その近くです。到着しました。こちらですね。なんか年末フェスティバルみたいなのがある。じゃあカフェ。リラックマ、隅っこ暮らし。などなど。あ、ぐでたまさんいらっしゃらないんですね。そうですね。ここに滞在時間は3時間って目安がトリップアドバイザーに書いてたんですけど、もっといられるんじゃないっていう感じですよ。あっち側がね、赤レンガのエリアが書いてたんです。牛さんがいます。こんにちは。牛さん、あ、いらっしゃいます。アートですね。後ですねって。ももさん、すごい木が裏にある。隣のエリアはまた、うわーすごい、赤レンガが中心のエリアみたいですね。何か撮影もしてるみたいです。F 版持ってる。歴史を感じる赤レンガと迫力のある樹木が本当に居心地がいい雰囲気がありますね。おしゃれなカフェや小さな雑貨屋さんが点々としているので覗くのも楽しいです。
拍下吗？谢谢。自然のものでできてるマグとかだよ。おしゃれ。竹細工なんですね。面白いじゃないですか。この旅でお茶欲しいんですよね。お茶、美味しい金銭だっけか、何茶だっけか、何茶欲しいんですよ。蜂蜜だ。そう、蜂蜜、金木犀のジャムが欲しいんですよね。エコストロー、竹のストロー、元気竹休館って書いてある。へえ、天然素材のストローですか。お、すごい太い。何が鳴いてるの？本物？鳥？放送なの？なんか多分 この今動いた、この辺りで鳴いてる子だ。あ、飛んだ。ズーム、君ですか。こんにちは。実を食べてるんですね。たくさんね、足元に落ちてる実があるので、それを、あ、食べてる。あ、食べました。美味しいですか。めっちゃ食べますね。お食事中を失礼いたします。何をいただいてますか。丸い実をついばんでおられますね。あ、見なくなっちゃった。ウニだ。場所を変えましたか。あ、食べました。あ、飛びました。写真を、好きな人はいろんなのを撮れて楽しいかも。このエリアはお洋服借りたりとかしてくるのもいいかもしれないですね。チャイナドレスとかレンタルしてるのところから借りてきて、こっちに来ていっぱい写真を撮るっていうのも楽しめそうですよ。この滞在中もう一回来そうな気がする。青じしら、見どころがありました。とりあえずここで終わらせておきましょうか。また次の動画にしたいと思います。那今天的影片到这里，请大家订阅我的频道。もし楽しめそうだって思っていただけましたら、いいね、高評価、チャンネル登録お願いいたします。ではまた次の動画で、じゃんけん、バイバイ。西门に来ましたよ。